みんなまだロケバスの中ですよ。さっき帰り始めたから結構もう今ねバスで送ってもらってるところ。こんばんは。ロケお疲れ様、ありがとう。ロケバスはカーテンで区切られてるの？いや、そういうわけでもない。なんか私一人だけ車酔いするからなんか前にいるんだけど、だからあんまりなんかじーって画面見れないんだけど、なんかね調子いいから配信いけそうと思ってやってます。だからメンバーは結構後ろの席にいるからもうあんま見えないんだよね。いびきかいてる子はいない。遅くまでお疲れ様で、え、そうなの。なんか私の家めちゃなんか遠いっていう話してたじゃん。なんか遠いとかね言わない方がいいけど、家帰ったらめちゃめちゃね多分時間が遅くなっちゃうから、なんか今配信しちゃおうかなと思って。明日ライブあるし寝不足だと歌えなくなっちゃうからと思いまして今やっております。ちょうどいいボリューム、本当よかった。さやちゃんの声かわいい。本当今日ね結構一生懸命大きい声で喋ってる。なんか東京雨降ってるの？心地よい声です。みんな寝てると思うよ。ちゃん車の中で配信して酔わないんだっけ？いや酔う。めちゃくちゃちょっとしか配信できないと思う。だからフォローしました、ありがとう。え、そう結構遅くまでロケやってた。え、めちゃみんな車酔いの心配してるけどね、もう車酔いしてでも配信するから大丈夫だよ、心配しなくて。クロちゃんに何もされなかった。うん、サエは何もされてない。ワイルドでした。大人になっても車酔い治らなかった。なんか私大人になるにつれて車酔いひどくなるんだけど。生誕 T シャツめっちゃいい感じ。本当に届いた？ババで助手席に座ってるさえちゃんかわいい。そうなの、なんかねスタッフさんがいつも気を利かせて前どうぞって言ってくれるから座らせてもらってる。でもやっぱ全然違うかも、その後ろの方の席に座るのと前の席に座るの。結構なんか圧迫感で酔っちゃうタイプだから、なんか席がもう目の前とかにあるとすごい酔っちゃって嫌なの。こんばんは。寝顔タイムみたい。いやいやいや、こんな車内で立ち上がってねその寝顔とか撮ってたら炎上しちゃうからやりませんけど。一日ロケお疲れ様です、ありがとう。え、そうトンネルとかに入ったらもしかしたら電波悪くなっちゃうかもしれないです。酔わないように遠くを見てね。なんかね今みんなのコメントを何て言うんだろう、チラッと見て前を見るみたいなのを繰り返しとる。なんか3つくらい質問を暗記してコメント読んでる。あ、大阪雨降ってるんだね。今度名古屋行くけど晴れるかな。じゃあ眠くないの？なんか今寝ちゃったら夜に眠れんくなるかなと思って寝らんようにしとる。あとあんまり車とかさ新幹線とかで寝れないタイプです。
生誕 T シャツ届いたんや、嬉しい。道路走る音もちょうどいい BGM で個人的には好きです。え、なんかさ、私自分の声が聞こえんくなるくらいさ、車の音でかいんやけど、みんなのとこからはそうでもない？こんばんは。そう、今日ゲストでね、クロちゃんとスギちゃんがね来てくれたの。まだどんなね内容かは言えないんですけど、なんかもしねパラビの会員の方はヤバババンビっていう番組がバババババンビでやってるので、ぜひ見てみてください。今日アップした TikTok 見たよ。ありがとう、嬉しい。最近 TikTok 毎日投稿してるから。車移動の時酔い止め必ず飲む。え、サイも必ず飲むようにしとるよ。酔っちゃうよね。さ、用法用量守らんタイプやけん、なんか1個でも2個とか飲む。種類があるので、あとアクスタとアクリルキーホルダーには必ずアルくんがついてるので、ぜひご検討ください。窓開けると酔いの具合違う。いや、それ言うしさ、分かっとるんやけどさ、なんか東京ってさ、基本私たち高速移動だったりするしさ、窓開けれなくない？なんかさ、熊本とかにおるときとかは、なんかまあ、山道じゃないけど、市街地以外は窓開けたりとか、全然市街地でも窓開けれるんだけど、なんか東京で窓開けるのちょっとなんか怖い。人も車も多いし。免許取ると車酔い回避しやすくなる。あ、でも運転してる方が車酔いしないっていうよね。でもほんとなんか、私運転するようになっても車酔いしとったらもう終わりじゃない？運転しとる人がもう車酔いとか終わりだなって思う。みおち、起きててほしい気持ちと寝ててほしい気持ち寝てていいよ、みんな疲れとるやろなんかさ、もういつも申し訳なく思うのがね、何、あのバラエティとかさ、そういう企画とか、まあ、そういう、まあ、YouTube とかヤババとかもそうだけどさ、なんかさ、私あれだよ、ずるいよね、私のポジション。なんか自分で言うのあれだけど、なんか喋んないじゃん。喋んないからさ、あのいや、喋った方がいいんだよ、喋った方がいいし、喋れるように頑張ってはいるんだけどさ、なんかあんまりそのわーってならんからさ、あの声が枯れたりすることもないしさ、そんな変に疲れるとかもないから、自分のポジションちょっとずるいなってたまに自分で思うことある。だからみんな自分よりは絶対頑張ってるなって思う、他のメンバーは他のメンバーみたいにわちゃわちゃできるように頑張ります。高速でも私は酔うと思う。でも わかんない、何が酔いやすいのかわかんない。
8日の名古屋は曇りか小雨だそうです。そうなの。ねえ、熊本雨やばいってママが言ってた。なんか湿気が嫌って言ってた。湿気とかの問題かなって思ったけど、ママは湿気が嫌って LINE してきたよ。飛行機酔わないの？飛行機もね、酔うよ。飛行機、船、車、電車、全部酔うと思う。九州雨すごいらしい。なんか避難とかさ出てるところもあるみたいだから、本当になんか九州の方は気をつけて過ごしてほしいなと思う。あ、普通に聞こえるんだ。あ、そうだ、 Unext に変わったんだった。クロちゃんとスギちゃんどっちがタイプ？え、全然どっちでもない。どっちでもないな。でもスギちゃんかな。なんかあれだよね、クロちゃんは面白い。なんかいつもなんか一応あのフォローしているんだけど、あの向こうもフォローしてくださってる。だからフォローしてて、たまにツイッターとか流れてきて、なんか おはようみたいなのでさ、なんかいつもおはようだしみたいなさ、すごいツイートになんかファンの方なのか、すごいみんなあれだよね、辛辣だよね、リプランが。あれがいつも面白くて見てる。でも2人ともめちゃめちゃなんかいい方だったよ。いい方って言っていいのか分かんないけど、面白かった。ちょっとね、ついちゃうかもしれない。ちょっと事件だわこれ。15分経った？15分経ってないよね。15分だったらちょっと壇上の人読んでいいですか？だからもっと長くする予定だったけどね、もうね、なんかつきそうな気がする。え？つきます？あ、そうですよね。あ、ごめん、ちょっともうついちゃうかもしれない。あ、15分経った。ちょっとごめん、ちょっと壇上の人読ませて。ね、ごめんね。ちょっとなんか何も告知とかできないかもしれない。ライブランキング読んでいきます。13位がおじゃがです、ありがとう。12位がトラちゃん、ありがとう。11位がジンさん、ありがとう。10位がツナちゃんです、ありがとう。9位がかきぴーです、ありがとう。8位がたいやき春巻き、ありがとう。7位がひでです、ありがとう。6位がショーです、ありがとう。5位がシュンシュン、ありがとう。4位がイオリン愛犬、ありがとう。3位が小田原小田ちゃん、ありがとう。2位がヤマビーです、ありがとう。そして第1位がどこ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 でーん、カドマチュー、マチューです、ありがとう。マチューはささっと1位のコメントしていただけたら嬉しいな。ついちゃう。ついてしまう。あ、移動中にもかかわらず配信ありがとう。週末の生誕祭楽しみにしてますね。え、マチューありがとう。生誕来てくれるの嬉しい。めっちゃ久しぶりに会うから楽しみにしてるね。生誕祭緊張してるけど頑張ります。で、今日はマチュが1位でした、ありがとう。え、ちょ、ごめん、みんな着いたわ、ごめん、切ります。バイバイ、ありがとうございました。ごめんなさい、本当にごめんなさい。
ババババンビの近藤紗友香でした。